皆様こんにちは、川原つとむです。山田あさみです。5分でオペラとイタリア史、今回はヴェネツィアオペラの時代について話していこうと思います。L'opera lirica e la storia italiana in 5 minuti. Oggi parleremo sull'opera veneziana. Ok ragazzi, andiamo! Vincerò in cielo. Minasama konnichiwa, Kawahara Tsutomu desu. Yamada Asami desu. Yamada-san.今回はヴェネツィアオペラの時代について触れていこうと思います。はい、1637年のシャニク祭、モンテヴェルディが70歳になる頃、ヴェネツィアで史上初の民衆のための公共オペラ劇場、サンカシアの劇場がオープンします。これに続き17世紀末までの間には多数のオペラ劇場が建設され、既存する17の劇場を含め約400曲のオペラが上演されました。はい、当時フィレンツェやローマではオペラは宮廷の催しであり、取り上げられる題材にも洗練された趣を持たせる傾向が強かったのですが、劇場で一般公開されるヴェネツィアでは市民としての大衆性が必要でした。はい、ヴェネツィアでは古代歴史や神話ドラマはあまり受けずに、大変娯楽的要素を必要とされていました。そこではめくるめく場面展開であったり派手な演出効果というのが求められ、それにこう追いつくようにして舞台技術だったり機械仕掛けが未だかつてない発展を遂げることとなります。はい、桟敷席には料理が運ばれ、聴衆が舞台そっちのけで飲食などに集中してしまうため、より気を引く舞台仕掛けが必要とされたのですね。一般民衆は非常に低価格な入場料でオペラを楽しむことができ、逆に貴族や富豪は年間を通してシーズンで桟敷を買い占めます。このようにあらゆる階級の広い支持を得たことが近代オペラを生み出すことに結びつきます。はい、最初のヴェネツィアさんオペラはモンテヴェルディの弟子フランチェスコ・カヴァーリのアンドローメダと言われており、彼の作曲した約40曲のオペラは1639年から1669年にかけてヴェネツィアのあらゆる劇場で演奏されます。サンカシアの劇場で演奏された作品というのはカヴァーリのものばかりで、例外的にモンテヴェルディのウリッセの帰還がその中に含まれます。はい、晩年のモンテヴェルディの作品にも見られる傾向ですが、フィレンツェオペラに比べ娯楽的なヴェネツィアオペラではより独唱に重点が置かれ、この先一般聴衆の興味はソリストのいわゆる名人芸と向いていきます。ご本人ソプラノ歌手でいらっしゃいますけども、山田さん、いわゆるソリストの名人芸と言いますと。はい、ヴィヴァルディとヘンデルというとピンとくる方も多いのではないでしょうか。はい、このヴェネツィアオペラの時代に大活躍した作曲家ですね。ヴィヴァルディはですね、まるで器楽曲のソロパートのように女性歌手、特にソプラノ歌手に、独唱を歌わせ、ヘンデルはですね、後に作曲される、セルセのオンブラマイフーなどにも知られますが、カストラートのレパートリーなので大人気を得た作曲家でもあります。5分でオペラとイタリア史、今回はヴェネツィアオペラの時代に触れてまいりましたが、次回以降はこの2人の作曲家ヴィヴァルディとヘンデルについて話していこうと思います。それでは皆様またお会いしましょう。チャオチャオ。